どうもーみつでございます、えーす今回はね、2040さんの話と、まあ専門家3人と言ったらいいかな、3つの話がしっかりこう一致したよっていうことをね、僕が経験したので、それを紹介していきたいと思います。他にもね、社会問題とか、検証に当選しましたとか、いろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストに わかりやすく分類されてますので、再生リスト上のね、えー、この動画も一回見てみてください。あと、このチャンネルはですね、実際に僕が体験したことを中心に紹介しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。えー、それじゃあね、あの、紹介していくんですけどもね。まあ、あのー、この動画をこう、タップしてくれてるってことは、 20403をね、えー、知っているということなんで、えー、そこら辺の,あの話はもう省略でいいのかなと思うんですけどもね。僕も、あのー、実際にこうトークショー、コラボトークショーっていうのに一回だけちょっと参加させていただいたことがあるんですけども。で、一つ目のね、まず話が、こ見えるかな。まあ、あの、喋ってくんで、えー、大丈夫と思うんですけどね。 えっと、まあ、あの、まあ、空気から、えー、水っていうね、えー、話なんですけども、これね、あの、とある、え、講演会、日本学士院っていうところなんですけどもね、これ、あの、ま、会場が100人で、えー、オンラインが500人っていうことでね、 えっと、これのオンラインの方の、えー、講演をちょっと聞いたんですよ。あの、スマホ使ってね。で、そうすると、この講演の、まあ、1の方は、あの、そんなに聞いてなかったんですけど、2の方の、えー、機体の時代の科学技術、えー、霞、かっこ水蒸気、空気を送って、えー、生きることは可能かっていうね、えー、こういう、あの、講演会があったんですよ。で、これ、あの、 こちらの先生がね、北川進先生っていう方が、えっ、ー、と、資料もね、あの PDF の資料も、まあ結構英語入ってたりとかいろいろ、なんかあの、元素記号とかね、図とか、あの、難しかったんですけども、まあ結果的には、あの、まあこの空気から、まあ水を取り出していけるようになるんだよと、まあ僕はそういうふうに理解したんですよ。で、その中でね、 あの、ちょっと質問してみたんですね。この、霞を食ってっていうね、タイトルになってるんですけども、この空気から食べ物をね、作る研究っていうのはされてるもんなんですかっていうふうに質問したら、それは、あの、もちろんしてますと。と北川先生は自分はしてないけどね。まあ自分はまあその水の方だけど、えー、と世界中でそういうことがされているので、 えー、食べ物にこう転換するね、物質っていうのをこう取り出すことができればあ、それは全然できますよっていう話だったのでね。あ、なるほどなって。まあ、これをね、えー、たまたま目にしたっていうのもそうですし、これ放送大学かなんかだったかな確か、あの、このチラシ入手したのがね、ちょっと、あの、 100%どこだったかっていうのは定かじゃないんですけども、まあそういうことがあったよということですね。で、あともう一つね、え、二つ目とすると、こっちの方が良かな二つ目とすると、まあこのね、えー、結婚の制度ですね。結婚。結婚ね。まあこれについてなんですけどもね。まあ、ずっとこう、 時代を遡っていけば、まあ、婚姻制度って、えー、なかったわけじゃないですか。でね、えー、僕ですね、あのー、マサイ族の方の、えー、話っていうのをね、えー、聞いたんですよ。その、マサイ族の方と、えー、マサイ族のその男性の、えー、第二夫人になった、えー、日本人の女性ね。あともう一人、あの、ケニアに住んで、 あの、ものすごくもう長いっていう。まあ、そういう、あの女性の話、三人の女性の話を聞いたんですけどもね。まあ、それ聞いてなるほどなって思ったのが、なんか僕らってね、あの、第二夫人って言うと、まあ、例えば、なんか愛人とかね、あの、二番手だから、あんまり大事にされてないんじゃないかとか、まあ、こういう第二夫人とか出てくると、デビ夫人とかね、なんかデビ夫人って、 第4夫人第3夫人なんか、そんな感じでしたよね。なんか、やっぱり、一番の人が、一番大事にされたりすごくてね、なんか、二番、三番、四番ってなると、なんか、こう、それよりもどうなのかなって、あの、素人的には思うところがあるんですけども、その話を聞いたらね、あの、まあ、自分が結婚するときに、え、第1夫人っていう方がいてね、 えっとその方は自分よりもあの若い女性だったそうなんですけどもえその方からあ,のあなたのことねすごく歓迎しますっていうふうにえ言われたそうなんですよだからあの第二夫人っていうのはえあくまでもえ結婚した順番であってねあの第一の方があのすごく大切にされててえ第二はあのそれに劣ってるとかそういうことじゃないんだよっていう ことだったんで、すよでその方が言ってたのがね、あの、とてもこの女性同士で、仲が良くてね、あの、協力してやってってるんだそうです。あと、あの、お家に関してもね、家に関しても、その第一夫人、第二夫人、それぞれ違う家に住んでね、家作りっていうのは、あの、女性が担当するんだそうなんですね。 まあ男性だとまあ狩りとかね、水の確保とか、えそういうものになるのかなと思うんですけども。まああと、あの子育てについてもね、この、やっぱり、あの、ご両親があの病気だったりね、そうう事故だったりでえ亡くなってしまう子供さんっていうのもいるんですけども、まあそういう子供さんがね、え不幸にならないように、あの集落でえしっかりとえ子育てをしていく。 まあそういうような話もあったんでね。まああの、非常にこう、まあ地域で子供を育てる。まあそういう話も、あの、いろんな意味でこう、参考になるのかなと、え、思いました。あともう一つですね。うんと、これでもいいか。こっちもいいか。えー、っと、まあこれね。まあ映像ですね。映像ね。まあこのね、 世の中っていうのは、えっ、ー、と、バーチャルであると。まあ、えー、2秒前にね、あの、こう、具現化してるっていう。まあ、そういう話なんですけどもね。僕あの、この、眼科医、まあ、要するに、なんだあの、眼科の先生のお医者さんの、まあ、あの、主催した、えー、講演会にちょっと出たんですよ。でね、その中で、えー、緑内障の話が出て、 え、緑内障の人っていうのはね、こういう風うにこう見えてるんだよっていうね、あの映像を出してくれたんですよ。あのスライドにね。で、ちょっとびっくりしたんですけども、あの緑内障っていうとね、あの40過ぎたら気をつけてねとかってあって、まあ、例えばこの僕の画面で言ったらね、この辺がこう黒くなって視野が欠けるとかね、この辺がこう欠けるとか、まあ、この辺のなんか羊が見えないとかね。 えそういうふうに、あの、思うと思うんですよ。僕もそういうふうに思ってたんですね。そしたらね、で、まず緑内障っていうのは、年単位で、じわーっとね、進行しますと。まあ、それも嫌な感じですよね。で、こう、例えばね、じゃあこれ公開公演会ってなってるけど、まあ、ここのね、宴会のところね、ここが黒く見えるんじゃなくて、えー、これがね、あの、人間の脳っていうのは、 え、見えないところをね、補正するんだそうです、イメージで。だから、まあ、ここが、こう、公開公演ってなっててもね、まあ、公開公開ここの文字がない状態で、こう、これに繋げて、こう、映像として見えたりね。まあ、だから、この羊が、あの、本当はあるんだけど、ここが真っ黒に見えちゃうんじゃなくて、これがない状態で補正して見えちゃうっていう。 だから、例えばねこう横断歩道だったとして、えー、子供がこうね2人渡ろうとしてたらここがね黒くなってたらあやばいやばいって思うじゃないですかただここをない状態でこう補正して人間の脳っていうのは見えちゃうとそうすると、えー、ないとね思ってたところからこう出てくるとあの跳ねてしまうとかねまあそういうふうなことがあるんで。 やっぱりこの人間の脳ってね、えー、見えない部分を保管して、えー、補ってるっていう、まあそういうところからもね、あのこの世の中っていうのはこう、あくまでもバーチャルなものだよっていう、まあそういうところがちょっとつながったっていう、まあそういうふうな話があったんでね、えー、今回は、えー、空気から水、または食べ物、えー、あとは結婚について。まあこれちょっとね、あの縄文時代の話にもあの符号してくるかなと思うんですけど。 まあ、あとこの映像、バーチャルの話、ね。えー、これを、あの、まあ、専門的な話とね、え、リンクしたよと。えー、そういうことを紹介させていただきました。えー、それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねバイバーイ。えー、この動画もね、えー、合ってない。えー、そういうところもあるかもしれないです。えー、今回はちょっと、あの、いろんな面で走らせていただきました。バイバーイ。